瓶に入った無水マレイン酸無水マレイン酸とは有機化合物の一種でマレイン酸の2個のカルボキシルモが分子内で脱水縮合してできるカルボン酸無水物分子式 C4H2O3 の無色の消化性バリ状結晶の個体である刺激臭がある水、メタノールに液用アセトンやクロロホルムに溶ける水に溶かすと加水分解して マレイン酸が生じる。無水マレイン酸は、高分子の原料として、工業的に重要である。電子不足オレフィンであるため、スチレンなどのモノマーとラジカル10号により容易に、強10号が進行する。スチレンとの強1合体は、交互とも10号体の、例として有名である。最低空気道のエネルギー順位が低く、ディールスワルダー反応におけるジエノフィルとしての、反応性が高い。 無水マレイン酸と第一級アミンを原料としてマレイミド骨格が合成できる。マレイミド骨格はチオールとの反応性が高く、ペプチドのシステイン残機を補足するために利用される。不法はポリエステル樹脂の原料、フマル酸、コハク酸、リンゴ酸などの食品添加物となる有機酸の原料、塩化ビニル安定剤、合成樹脂解湿剤。無水マレイン酸は、ベンゼンや、 ブタンなどの炭化水素をご酸化バナジウム触媒の存在化で基礎酸化させて製造される。無水マレイン産の2015年度日本国内生産量は85,397トン、販売出荷量は5789トンであった。本製品は工業用途向けであり、大量に摂取すると人機能の低下などを招くことが知られており、 食品への使用は想定されていない。しかし、2013年、台湾にて、無水マレイン酸を含む澱粉が流通していることが、発覚し、毒性を理由に回収されたことがある。ライスヌードルや、タピオカパールの食感改善目的に添加されたものと、見られるが、回収された違法デンプン商品は200ロットンを、上回った。毒物び物指定例により、 減退及び1.2%超える製材が、激物に指定されている。経済産業省、生産動態統計年報科学工業統計編、経済産業省、違法食品添加物事件が、海外波及食の安全に揺れる台湾。産経ニュース。http コロンスラッシュスラッシュ sankei.jp、msn.com、ワールド、ニュース。 13608CHN13 60 13兆608億701万 1N1HTM2013 年6月8日閲覧台湾ゆるがす毒澱粉グルメ観光に打撃懸念日本経済新聞20136台湾の食品澱粉から違法添加物が検出人民に一報15名292013毒物及び激物指定例 第2条ありがとうございます。